様、阪急電車をご利用いただきましてありがとうございます。急行高田塚駅です。高田塚終点には8時13分に到着します。次は豊中です。豊中から各駅に停まります。車内や駅構内で危険なものや行為を見つけられましたら乗務員または駅管理員までご指導してください。また各車両に非常通報装置を設置しています。緊急を要する場合はご利用ください。